ジュネーブの大噴水1886年頃の最初の大噴水大噴水は、スイスのジュネーブにある大きな噴水であり、市の最も有名なランドマークの一つとなっている。また、世界で最も大きい噴水の一つでもある。レマンコからローヌ川へと流れ出る地点に位置しており、市内の至るところから見ることができ、ジュネーブの上空 10km を飛行した場合でも確認できる。 毎秒500リットルの水が2400ボルトの電圧で2つの500キロワットポンプから高さ140メートルまで噴出され1メガワット以上の電力を消費する。水は時速200キロメートルの速度で噴射される。放出時の瞬間には約7000リットルの水が空気中にある。風光のわずかな変化により噴水を見ている観光客はずぶ濡れになる。 最初の大噴水は現在の位置より少し下流にあるウジネでラクールーバーニアで1886年に作られた。これは安全バルブとして水力ネットワークに使用され高さ約30メートルまで達した。1891年その美的価値が認識され連邦体育祭とスイス連邦の600周年を祝うため噴水は現在の場所へ移された。 噴水の最大の高さは90メートルとなった。水道水に代わって骨水を組み上げるため、半分水中に沈んだポンプ場が1951年に設置された。2003年より噴水は霜や特に強い風の日などを除き、1年中ピルマに稼働している。さらに、 春から秋にかけての夜にも稼働し、12セットで計108キロワットのライトで照明されている。ありがとうございます。